これ仮面ライダーの現場っすかね、これ。<laughs> <laughs> <laughs> 高谷さん。おとかやってもはい、ええー、本日は、えー、完成披露試写会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ええー、九条和馬役の高谷誠二です。短い時間ですけども、よろしくお願いいたします。清えー、清賀勝役の、ええー、椿孝之です、えー。よろしくお願いします。 はい、えー、通りすがりのすてごジャンんけ役です。<laughs> 井上正弘です。よろしくお願いします。はいえー、<laughs> すみません。ええー、爆弾魔、そしてアイドルストーカーの西野俊です。よろしくお願いします。良介役の佐野岳です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、監督の佐本元光一です。よろしくお願いします。椿さん、井上さん、西野さん、はい、佐野さんへの質問です。 本作品では、えー、このような形で高岩さんと共演することになりましたが、えー、出演依頼が来たときのお気持ちをお気持ちを聞かせくださいませあと役作りで楽しかったこと苦労したことだとあればお願いしますじゃあ僕からいいですかはい、はい、お願いしますいやあの出演オファー来たときに高岩さんをボコれるっていうふうに言われたんですよだ, <laughs> だからもうこれは行くしかないなと。 いやそうですよねいや僕、あの「仮面ライダーディケイド」という作品をやってたんですけどずっとやっぱ主役の仮面ライダー入られてるんで直接アクションすることがないわけですよだから今回、高岩さんとアクションできるっていうのがかなり熱いポイントだったんですけれどもあの現場行って台本読んで,で結果、僕がボコられて終わってるんですけどもちょっとどういうことだったのかなという,ふうに思いながらもあの高岩さんとこうやってアクションできることがすごく楽しくて、えー、充実した現場でした。 はいはい、ありがとうございます、西名さん、いかがでしょうかマイク入ってない、マイクスイッチるな、<laughs> あれあこれだ <laughs> あ、そうですね、素直に高輪さんとまた、えー、共演できて、すごく嬉しかったのと、あとはやっぱりライダーの先輩方と、プラス台本を見て、自分のキャラクターがちょっとね、すごかったんで, <laughs> えでもあれなんかあ趣味なんでしょ、ああいうキャラクターが。 えっと、西メガ、うん、いや、西眼鏡ではない,、はい、あ、違うんだよ西メガではないですアイドルオタクではない <laughs> アイドル…いや、あのそれは役としてですよ、<laughs> ちゃんとはい、はいはい、役作りして、うんはいなんで、あの普段の僕はアイドル、そうですよね、<laughs> 違います、違います。<laughs> はい,いやけど、なんか、すごくまあライダーの現場で懐かしいような、でもなんか、高岩さんと敵対してるから、すごく違和感もありながら。 なんか、また一つ成長できた作品になったんじゃないかなって、自分の中で思いますねライダーの時はね、一回、ったことあるもんねあれ、僕の回、それこそ、それこそ、坂本組で、そうです、これ、仮面ライダーの現場っすかね、これ、メンツだけ見ると、メンツだけ見ると、なんか、そうって、並びがそうなんだもん、いやいや、全然共演してそうですよ、みんなは。 い <laughs> はい、あいす、すみません。はい、すみません。佐野さんはいかがでしょうか。そうですね。やっぱり、あの <laughs> アクションの師匠とも言える、高岩さんと一緒に、こう、やれるっていうことと。まあ、初仮面オフ、そして初主演っていう、こう、素晴らしい作品に、こう、このタイミングで出させていただけたっていうのは、すごく幸せなことだなって。思いましたし。あの実は、あの坂本監督とも。 あのかねてから一緒に何かやりたいねっていうことでお話しさせていただいてたのでなんかこういう形であのご一緒できてよかったですしそれこそあの今回アクションがすごいバリバリあるっていうことであの坂本監督にちょっと練習したいんでっていうところで結構あの、一緒に手伝っていただいたりとか <laughs> させてもらってましたいます続いて佐野さん

もう忘れたんですか。<laughs> あの、あの、出演オファーを受けて、どうだったんですか。えっと、そうですね、あの、まず、そう、あの、えー、っと。いや、まず、あの、高岩さんがあの、あの、もう、僕の、中で、あの。ちょっと、女性は、ちょっと、わかんないかもしれないんですけど、もう、ドラゴンボールの孫悟空みたいな、あの、存在なので。いや、わかるでしょ、ドラゴンボールは。さすがに。さすがに。なん、だ、あの、それもあって。<laughs> もうどんなあのピンチでもチャンスに変えてくれる存在だと思うので、えー、まずあこれは僕が何かどうなっても高橋さんならしてくれるんうどうなってもってな,んないえどうなってもってないわかんないですそうそうまあそういうとこではすごい安心感があってそしてあのライダーのメンバーっていうのもなんだろううんとまあ まあ、僕から言ったら、もう運命的な感じなので、なんだろう、うん。すごく自然な流れで、なんか現場に入りました。はい。ありがとうございます。